カメラが変だね、今日も。今日のテーマは、テーマを決めて。あ、来週のテーマポリバケツのトークテーマ考えて、だからこれから採用する、来週のテーマ。なるほどね、おー。お話したさ。は？したの？うん。頭いいな。君が言ったんだよ。あ、そうか。はい、20秒前です。はい。10秒前です。ポートリバーズの人生はポリバケッツ。最後だ。弱い自分、強い自分、全部自分なんだ。これ大人、あっちのブラウス見て、ほら。ブラインド閉めて。座ったらこんなにお腹が出てるんだぜ。あっちディズニーランドのホテルができたら大変なことなんだよ。こんなにお腹が出てる人がいる。泣かすよ。泣かすよや。こんなの、あ、なんつった。紐でしょ。これ木でできてるの。いやー、プラスチックじゃないですかね。プラスチックか、キーっぽい。あ、プラスチックですね。これ掃除するのが大変だよね。間にシャーシャーシャー。皆さんこんばんは。ゲストがポートリバーズです。ポートリバーズはですよ、ブレイクタイム、はい、ポートリバーズはただいま絶賛曲作り絶賛中な。楽しすぎて、もう今楽しすぎてですよ。車運転してても、あ、こんなかな、あんなかなとか言いながらずっと僕やってるんですよ。だから、だけど歌は歌えないんで、歌を歌ってるわけじゃないんですけど、色黒ドゥ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 とかずっと車の中で言ってるんですけど、これはね、車から見られたらどうしよう。このおじさん、ずっと色しにくる。ほんと黒。ポートリバーズの人生はポリバケツ。はい、こんばんは。5月最後、31日、ポートリバーズの人生はポリバケツ66。はい、おめでとう。66。66なんかあったっけ。6636。ああ、寒。でもさ、寒。6742が難しいね。嘘、あ、違う、7波が難しかった。7波56。うん、7波、うん、8756は言えるけど、7波56って出てこなかった。うん、7市もあんまり、7の段があんまり好きじゃなかった。7市28。うん、当たってる。うん、怖いね。うん、7区63。あー一応は、今日は66です。66回目。66回目はよ、
やっぱあれですよ、新垣渚ですよ。新垣渚、はい、あ、沖縄が生んだ、うんうん、再監督が生んだスーパーヒーロー、沖縄水産出身の、yes. Yes. 新垣渚投手。どこ行ったっけ、ダイエー、ヤクルト行ったんですよ。ソフトバンクにいて、うん、最終的にヤクルト行ったんです、うん、引退しました。お、お疲れ様でした。お疲れ様でした。でもこう言ってるけど、新垣渚って現役引退したけど、うん、俺たちの一個下だからね。そうだよね、死に年より俺なんか。そうだよね、ベテラン。一回だけ一緒に飲んだことあるんだけど、新垣渚と。本人は覚えてないだろうな。なんか、うん、なんかちょっと投げるふりしてとかあったりするの、やっぱり。うん、全然全然。ちょっとなんか投げてるふりしてみたいな。全然全然もう投げながら飲んでる感じだった、一応。投げてた、なるほどね。あ、そっか、剛速球ピッチャーだからね。66回目もそうなんだけど、うん、高安。お、そうそう、高安関。関。高安の下の名前何？分からん。白鵬翔さん。あ、そうだね、白鵬翔。稀勢の里なんだっけ、分からん。強しみたいな感じ。下の名前全然分からん。高安高吉とかじゃない、つとむとかじゃない。うそ、つとむっぽくない。つとむっぽいでしょ。強し、まあ、さっきも言ったな、なんか涼太とか、なんかあんな感じ。いやあれはあれはっていうのも違うけど、涼太顔ではないでしょ。そう、ね、高安新とか通る。あー、通るっぽい。通るっぽい。じゃあ今日は今日は高安通るにしよう。なんそんな。いやもう改めまして、新大関昇進、うん、高安徹さん、おめでとうございます。おめでとうございます。いやすごいね、堂々とって、堂々とこれからやっていきますって。違うでしょ、正々堂々でしょ。あ、そこ正々堂々、4文字熟語。もしですよ、うん、あのあちさんが、うん、横綱とか、うん、大関とかなったらなんて言います？何が？あのこのなんとか城の言葉みたいなやつ。なんとか城、五光城だったの言葉みたいな、なんて言う？あー、ね、誰が？立つのが？ あちさんが。あちさんがもし大関になって、まあ、高安はそのまま高安で言ったけどどういうこと？あ、違う、例えばあちさんが相撲をやってて、うん、男子で、はい、で大関昇進して、その五光城みたいな、うん、あの親方と一緒。あれなんて言うんだっけ、五光城じゃなくて、なんて言うの、あれ五光城じゃ。あ、じゃないじゃないじゃない、あれでしょ、文章のこと言ってんでしょ。文章っていうか、こうちょっと高安が声裏返っちゃって しまったやつでしょ。そう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 。あれ決まってるんじゃないの、自分でちゃんと考えてるのかな。いや自分で決めてるよ、あれちゃんと文章を書いて、うん、自分で言ってるのかな。言ってると思いますよ。僕だったらじゃあちょっとはい、振ってはい、どうぞ。は、振り方。あのおめでとうございます。じゃあ今後の辰野関のあれを教えてください。こんなって言わないでしょ。あ、振りはあちだったらこんなんだから。あ、そっかそっか、はい、あち流でいいんでしょ。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、はい、俺なんかこうなって土下座してるみたいなし、はい、辻んでお受けいたします。先生堂々戦うこと肝に銘じ精一杯精進しますみたいなね、うん、あんな感じでしょ。そうそう、みんなそんな感じじゃない。てかさ、俺がさ、もしさ関取だったらさ、あっちが親方だとするじゃないですか、僕の。おうおう、ちょっと名付け親みたいになってくださいよ。おう、何なんだろう、コロコロ丸みたいな。はびっくりした。なんかあんまりいないんじゃない、コロコロ丸。カタカナ、うん、一応漢字、漢字なの。さ、コロは転がるの頃に、2回目の頃は同じっていう、点々、うん、てんてんでしょ今。なんかさ結構てんてん丸、なんていうの、なんかさ相撲を取る時とかもあ、立つのダンスすると結構てんてんてんって動くさ。あ、で多分なんか相撲を取る時もてんてんてんって動いてながらも強そうだから、うん、なんかでもてんてんよりはコロコロ丸っていうのはなんか愛嬌、愛称も、あ、愛嬌、愛着枠名前だし、はい、いいんじゃない。てんてん丸、コロコロ丸。あー、コロコロ丸、うん、てんてん丸と書いてコロコロ丸、まあ、コロ丸ってみんなに呼ばれるんだろうな。へえ、可愛いんじゃない。可愛いけどさ、ちょかっこよくはないよな。そう、いや俺大関ぐらいになるんでしょ、行事がさ、にーしーコロコロ丸、コロコロ丸っていうの。いや笑ってるやし。一
ちょ、新しくて面白いんじゃない。あ、なんかなんか違うの押してからおかしくなった。なんか違うの押さないで。まあいいか、ちゃんと普通に戻して。多分戻るよ。戻らん、戻らないんだけど。戻らない。いや違う、コロコロ丸言うからだよ。じゃあ、いや、じゃあ考えてって言うからさ。まあ一応ね、うん、コロコロ丸。あ、違う、親方だったら立つのがあれになったらってことでしょ。得意技は左の針刺しです。あ、左で。そんなの関係あるの。左で刺して、あ、張って右で刺す、うん、針刺し、うん、それが得意だわけ。いや、まあ右を取ったらね、僕はね、あれかもしれない。右取った瞬間、右で足をプロって、やっぱコロコロ丸だから、うん、でしょ、プロって。これ妄想の世界。妄想、面白いね。そんな一応さ、いつだったから、小学校、うん、僕野球やってたんですけど、うん、そのどっかのタイミングでなんか相撲やりたいなと思って、うん、まあ相撲好きだったんで、うん、相撲やりたいなって思った時期があったんですよ、うん、相撲だったらいくら食べてもいいわけで太ってもいいんでしょみたいな、うん、まあ、太ってなかったですけど、うん、って思った時期があった。ある？ない。ないか。相撲取りになりたいって思ったこと、うん、ない。女子相撲もあるよね。あるの？多分あるよ。水着着て、水着なのかな、なんか洋服着て、うんうん、回しだけ巻いて、なんかレスリングみたいなのとかは分かるけど、まあ、レスリングとか分かるけど、相撲、女子相撲ってあるのかな、うん、あるよ。大変だね。ある、多分よ。遊びでやってるぐらいかな。もうなんかだって男はさ、うん、おっぱいとかないからあれだけど、もしブンって体当たりとかなった時に、はい、なんかもげそうじゃないねえ。でもさ、でもさ、僕若干あの父ありますけど、若干じゃないんじゃない、は、結構なんかすごいけど硬いよ。あのあれあれみたい、硬いよ。ちょっと昔の話だけど、うん、スポーツブラデューみたいな何それ、なんだっけ、ゴールデンクスわからん、スポーツブラデューみたいな筋肉マンが、黒い筋肉マンが、うん、ブラじゃないよスポーツブラ、なんか本当にスポーツブラみたいなのやってるんじゃないかなって思う。誰、わしな、なんか鍛えてるみたいな。あ、わし、うん、でも一応、でもさ、デイジー、脅威、脅威っていうのだっけ、脅威、脅威すごいはずね。でも福井の方がすごいよ。福井って何、腹い、あ、腹回り、いや、ダイエットしないといけない。ほんとそろそろダイエットしないとまずいな。もうちょっとまだ戻ってきてるな。いや、っていうかさ、あの、うん、関取たちさ、うん、多分あの乳首とか擦れると思うわけよ、うん、ガスって、うん、ちょい痛くない？僕バスケしてて、あの痛そう、やっぱ当たったりするじゃないですか、うん、たまに乳首がガンって擦れる時あるんですよ、うん、死に痛かったもん、うん、もうさ、はぁ、あ、痛いな、あれはやばいね、はぁ、あ、みたいな。あ、待って、はい、ツイキャスでアキラですって書いてる。あ、高安アキラなんだ。本当かな、ってことじゃない。そうなのかな。そういうことじゃない。だって名前あっちゃこっちゃ言ってる時に、強しとかなんとか通るって言った時に、なんか売れないホストみたいな、アキラです、売れないホストとか言うな、アキラですみたいな。なんだっけ、違うっけ、なんだっけ、芸人よ。アキラじゃないよね、芸人、あの人の名前、ヒロシだよ。あ、ヒロシか。なんかねえ、100% アキラでしょ。ああ、そっか、アキラ 100% か。ああ、あの人もすごいよね。ニューヨーク行ってたの。できる？あんなこと僕がやるじゃないですか。もうはみ出るずっとはみ出てるもうずっとはみ出てて、もう全然放送できるんだろうな。汚い、汚いな、うん、でも汚くてもいいじゃないですか。あ、でもなんか相撲取りになればよかったなって思う、今更だけど。なっててもよかったかもね。嫌だ。結構ほら、豊響とかも沖縄さ。違います、豊響沖縄。あ、間違った、ごめん、山口だ。間違った。違いますよ。誰だっけ、沖縄出身。裏？違いますよ。あ、違う。誰だっけ、沖縄出身。わからないんですか。誰だった。いや、番組終わるまで思い出してください。教えんよ。琴椿さ。あ、そっか。は？ほうの人？あれ、琴雪です。琴雪。うん、ふううるさい。はい、行こっか。お母さんが立つの勢いに似てるって言ってたよ。勢いみたいな、タツノの顔みたいだねって。俺あんな顔、あんな顔って、まあでも勢い一応は歌がめっちゃ上手なんだよ。そうなんだ、うん、あ、一応言われたら、あ、そっち系かもねって。勢い顔、うん、
あのコロ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 丸だ。勢いわかる顔。わかるよ。ちょっと目が細くてなんかへのへのおもへじみたいな口でしょ。ちょっとね。こんな感じ。でも立つのに似てるって。勢い。コロコロ丸か。うん、千代。バラしてる。バラしてるし。このさ、ヤギさん、宮城さんさ。ヤギさん、あ、宮城さん。うん。詳しいよね。うん。バラしちゃったな。だからね。こと椿って言ってよ。はい、はい、すいません、冒頭すごく長くなったんですが、うん、今日の66回目ポートリバーズの人生ポリバケツ、はい、テーマが、うん、ラジオテーマを考えてください。ラジオテーマそろそろなくなっちゃったんで考えてください、うんうん、それで、あ、これいいねって思ったテーマを来週のテーマにします。採用していくやつ、ね、もうテーマ言ってるけど意味わかるかな。メッセージテーマね。メッセージテーマ、うん、そうそうそう、メッセージテーマね、トークテーマ。いや絶対皆さんよ、面白いことを考えてんだろうな、期待していますので、うん、モーミーさんとか来てるからね。ほら高安の名前アキラです、うん、はい、ってことで皆さんの、ポートリバーズの人生はポリバケツの、はい、第67回目来週のテーマ、はい、考えてください、うん、っていうのが今日のトークテーマです。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、うん、797@fmginowan.com、はい、ツイキャス、ユースト、サイマル放送もやっています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください、はい、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます、うん、スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック FM ギノワンを選曲してください、はい、この番組はギノワンヒューマンステージとサードウェーブの提供でお届けします、はい、呼んで。あ、回しで一緒ですもんね。これカメラ3人用に。高安と明ってだからさっきから言ってるさ。あ、そうなの。この宮城さんが高安と明なんだ。なるほど、ね、お願いします。はい、お願いします。お願いします。よいしょ。くだらない話、情報もしてしまったぜ。こっちで大丈夫ですか。大丈夫です。いや外で時給の話とかしてるから いづらくて。時給、うん、次は あれだよ、ね、採用する、ね、こっちか、うん、はい、10秒前です。あ、面接してるのか。そうそうそう、超気持ち。なるほどね。ポートリバーズの人生はポリバケツ。はい、こんばんは、66回目のポリバケツ。先週もねゲストいたんですけど、うん、今週もゲストが遊びに来てくれてます。ご本人さんの声で自己紹介お願いします、はい、ありがとうございます。はじめまして、シンゴブレイクタイムです。よろしくお願いいたします。シンゴブレイクタイム長いな。長いでしょ。シンゴブレイクタイム。カールスクモーキー石みたいなもんね。カールスクモーキーって言ったらね。いいところ。シンゴブレイクタイム。言えてないね。休み時間。休み時間。シンゴ休憩中です。ちょっと休憩中ってことか。ね、そうかな。そうだね。うん、ツイキャスもユーストも あの映像があるから、うん、皆さん見て、シンゴブレイクタイム。見えてる。シンゴブレイクタイム。なんかもっと立つの寄りになった方がいいんじゃない。本当ですか。こっち側になんか入ってない。 ありがとうございます。もうみんなシンゴブレイクタイム何ぞやって思ってる人も、何ぞやって思ってる人もいるかもしれない。プロフィール的なものをお願いします、うん、あ、これ僕に。そうですよ。急だ。そうですよ。俺もびっくりしたよ。てっきりそれ見てるから呼ぶのかなと思いきや、自己紹介お願いします。プロフィール、シンゴブレイクタイム2013年からブレイクタイムとして活動しまして、で去年からあのソロになりまして、もともと2人だったのでブレイクタイムだったんですけど、はい、今年から、あ、去年からソロになりまして、シンゴブレイクタイムとして活動してます、うん、あと MC とか、ラジオパーソナリティとかイベント企画とかいろいろさせていただいておりますので、
おしゃべり上手だよね。いやいやいや、もう緊張しても外で。やっぱね。ちょっとさ、俺遠目から今見といていい？いや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 、もうこれ以上台本通り喋れないですよ、もう。FM 読みたんでも、はいはい、7年8年ぐらいずっとパーソナリティしてるから、はいはい、でその時に日賀あさみでも出演させてもらったし、そうなんですよ、あのポートリバースではQ、ね、ちゃんも一緒に3人で、ね、うん、出させてもらったりとかね、読みたんまで行きましたよ。その時も何回あち何回かな、4回か5回ぐらい、結構もっと出てるか、一時期は準レギュラーって言われてる時期がなんか天気予報読んでるのか、ザオリック、そう 月1は出てたぐらいの感じだった。結構出てたよね。そうそうそうお世話になって、いやいや、ありがとうございます。だからその時からの付き合いって考えたら、うんうん、結構長いよね。結構長い、あちさんがソロやり始めた時からもう5年ぐらい、5年前に沖縄に帰ってきたから、多分5年前ぐらいから知り合ってて、なるほど、ね、みたいな感じで。でもさ、不思議なのはさ、うん、みんな知らないけど、うん、僕たち浦添高校じゃないですか。あ、そうだね。だけどまさか慎吾ブレイクタイムも浦添高校なんだよね。イエーイ。しかも僕なんか3年の頃の1年生だから、そうだよね、あの時に知り合ってればかれこれもう20年ぐらいの付き合いってことだから。そうだよね。だから今5年っつったけど、もう20年でいいん違う？もうあの効果とか歌えるでしょ。お弁当買いに行った時すれ違ってたから絶対すれ違ってる絶対すれ違ってる。文系理系どっち？文系です。ああ俺も文系。あ、英語好きそう、英語喋りそうだな。あ、文系って英語なの？そうだよ。へ、国語と英語だよ。理系は算数とか、あ、数学とか理科とかでしょ裏子算数なかった気がするけどそうだね。裏校の、しかもあの世代だよね。TK 世代。違う、アーズ世代。アーズ世代。そこはなんかあるな。そうそうそう。ティンクティンクのアーズ世代。アーズ世代。いや、TK は直の後輩なんで。ああ、なるほど、うん。そこはあえて言わない。すごいな。裏校こんなして考えたら本当に歌ってるこのアーティストいっぱいいるね。いっぱいいる。うん、ね。もう1000近くいますからね。あ、そうなの？全全校生とかね。1000近くだった。いや、もっとでしょ。ってるか、500名弱ぐらいいたでしょ。480人ぐらいいた記憶があるから。1500ぐらいか。そうそうそう。それはもう一人二人が歌っててもすごいよね。そうだよね。でも高校の時とかまでは何にもやってないですよ僕。歌は24ぐらいから。へー。この始めようって思ったきっかけ何だったの？もともとダンスはやってて、で、ダンスやめたぐらいに、うん、なんかちょこっとモデルとかを話をもらって、うん、やってモデルっぽいやったんですけど、おうおう、超恥ずかしいんですよあれどういうこと？なんか例えばカッコつけないといけない、うん、でも心の中ではそんなキャラじゃないっていうのでやってて恥ずかしくて、うん、でいろいろ探してたら、まあ、県外とかも行かないといけないし、うん、怖いな、県外と思って、うん、なるほどね、で沖縄でやりながらできるって言ったら、ちょうどその時にオレンジレンジが流行ったので、うん、結構沖縄にいながら的な話を聞いてたので、はいはいはい、じゃあ沖縄にいながらできるのは音楽かっていうところで、なるほどね、そうだったんだ。あの時県外怖いっていう思いがなければ、もしかしたら今言ってたかもしれない、カリスマモデルだったかもしれないよね。でもそんな身長高くないよね顔でしょ、顔。いろんなモデルあるからね。急激にプッて伸びそう あれでしょ、なんかマガジンの後ろとかにあるやつでしょ、そう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 、伸びるやつみたいな。そうそうそう、関節伸ばして20センチみたいなやつだ。そう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 だったんだ。24から始めて、そこから最初からあれなの、2人ユニットみたいな。最初はボーカルスクールに通ってて、おう、うんうん、でそこのスクールで10人ぐらいのグループがあって、コーラスの、うん、でそういうコーラスのとこにいて、うん、あっちこっち行かせてもらってたんですけど、うん、なんかコーラスって戦闘員 A みたいだなと思ってて、メインないしあんまり、まあまあそうそうそう、ってなるとメインで歌いたい。そうそうそう、うん、でもまあある程度30ぐらいになったらやめようかな、うん、って思ってたら、たまたま男の子が、上手な子がいたんだけど、うん、作詞作曲もできるし、うん、やめるっていうから、うん、もったいないと思って、はい、じゃあ一緒にやろうと、おう、そしたら続くんじゃないって言ってやったら、はい、そこからちょこちょこチャンスだ、チャンスだね、呼んでもらえるになって、うん、で男の子はまたソロでやるってなって、じゃあやめようって思ったら、その時いた後輩が、イベントどんなやって出るんですかって言われたんだけど、イベントの出方知らないから、じゃあイベント作ろうって思ったのが SNG です
なるほどね。すごいな。自分で作っちゃったやつね。そう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 、すごいな。あ、はい、そっか。そうそうそう。今言ったこの SNG 4周年企画って、はい、もう4回目を迎えるってことですか。そうです。すごいね。すごいで。これあのフライヤーどこだっけ、カメラあれか。あれで。ツイキャスはあれか。見せとこうね、うん。ありがとうございます。あ、待って。じゃあ。すげえ自由なラジオなんですね。そうそうだよ。これ SNG ってどういう意味だっけ。信号。信号です。信号 N は。あ、信号で SNG か。やっぱさすがアチさん変わらないですね。 SNG4 周年企画ってことで、信号ブレイクタイムの自主企画イベントがありますよ、うん、これはさ、こっちに映ってるのはユーストの画面だから、うん、ツイキャスからだったら見えてるわけ多分。 あ、こっちからは見えてる。あ、なんかよくわからんけど、あ、そうそうそう、裏もね。すげえラジオでこっちからとかっていう、あのそうだよ、抽象的な話が出るんですよ。本番中ですけどね。はい、6月24日、うん、はい、もう明日から6月だけど、もうあっという間ですね。6月24日土曜日、うん、はい、場所ヒューマンステージ、うん、いい場所、18時スタート、うん、前売り2,000円、うん、当日3,000円、うん、安い、ワンドリンクオーダーですね、うん、そして出演者シンゴと、うん、アリアスペシャルゲストです。バイオリンの、そうそうそう、すごいね。しかもあのセット、このすごいな図が来たんですけど、うん、アリアだけじゃなくて、うん、ツインギターの図がありまして、国吉涼、あとてっちゃんさん、ツインギターってやってて、やばバックバンド従えて、もう出るのやめようかなって思って。これ慎吾は最後に出るでしょ。最後なんだよ。でしょ、荷が重いと思って。確かね。そう。そう、そして急なミキさん、うん、ミキティはあの僕がサポートしてるアーティストです。うーん、これはなんていうの。ラガマフィン、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 ここはアニソンバンド、最近人気が出てきておりまして、ね、分かる分かる。あとは追加でデビルの ID って言って、うん、ダンスボーカルの女の子たちが、うん、メジャーデビューもしたのかな、うん、っていうアーティストと、あとは、うん、波の上獅子保存の会。なんだ、気になるな。気になるな、それイベント。あ、なんか最近見たかも。なんか8匹来てるおばさんたち。わかんない。あ、違うかな。獅子だから。あ、そっかそっかそっか。そう、あの SNG 祭っていうことで、うん、お祭りしようっていう話になって、うんうん、なので、はい、ヒューマンステージの前に鳥を作るんですけど、うん、2メーターぐらい、3メーターぐらいかな、うんうん、の鳥と、うん、で、読谷からランタン借りてきて、うん、お祭りの提灯飾って、うん、で、だから祭りだったら獅子か竜が必要だよねっていうことで、うん、頼み込んで、やばいけどギリギリになって OK 出まして。これさ、さっきさ、さっきも聞いたけど、これ慎吾の企画で、お金とかさ、すごいなって思う。お金とか言うなら。じゃあなんかさ、あっちも自主イベント、うん、ラストナイトやったことあるから、うんうんうん、分かるんだけど、うん、箱を借りるお金だったり、うんうん、出演者に対するギャラとか、うんうん、あるさ、うん、もうすごいね、これね、スポンサーもいっぱいつけてね。そうじゃないとやっていけない。あ、すごい、このアリアとかに払うさ、そう、ギャラとかもさ、そう。一応さ、裏事情というか、うん、この、まあ、ライブ遊びに来る人たちはなんかこういうこと考えない、ただライブをね楽しみにしてるんだけど、うん、この演者側からしたらすごいな、偉いな、頑張ってるなっていう、うん、そうですね、感心する、めっちゃ。もっと褒めてください。すごいよ、このフライヤーも。褒めるの簡単だけどさ、あのでもどっちかというと6月24日皆さん足運びましょうっていう話で。そうですよね、本題は本当に。そうだね、だから浴衣女子集まれ、浴衣女子コンテスト開催。そう、ライブハウスなのに金魚すくい、花火が上がっちゃうかも、うん、そうです、全容は会場にてって、うん、あ、見たい。浴衣女子いっぱい来たらいいね。そう、これさ、もしですよ、うん、このポートリバーズのラジオを聞いて、うん、来たら何かあるんですか。この受付の時にポートリバーズのラジオを聞いて来たんですけど、うん、って金魚すくいができるとか。あ、いいね。金魚すくいはあのチケット前売りで買ってくれた方は半券で1回だけは無料なんですよ。そうなんだ。じゃあ2回できることにしよう。すごいな。逆にあれです、じゃあそのこの日はちょっとはっきりまだ分かんないんですけど、うん、近いところでいいですか。うん、近いところだとプレゼントできるものがあります。あ、なるほどね。これのイベントと全く関係ないんですけど、うん、僕あの FC 琉球さんの場外ステージっていうことで外でもイベントさせてもらってるんですけど、うん、6月10日にやります、うん、FC 琉球の試合の観戦チケットをじゃあ、うん、は
ペア2組。いそうでしょ、はい、ペア2組だよ。だから4枚。めっちゃいいさ。あ、なんか終わった。いいところで。はやばい。6月10日っていうのは再来週。再来週、うん、FC 琉球のそうそう試合に試合の、うん、試合のペアチケット2組にプレゼントする、うん、プレゼントしますので。おお、すごい。なので来週とかまでも置いときますんで、あの取りに来てくれれば。おお、これなるほど。みんな行った方がいいん違う？俺行こうかな。サッカー意外と僕舐めてたんですよ、うん、こんなこと言うのもあるんですけど、うん、J3 だしみたいな、やってたっていうのもあって、うん、会場で見たら超楽しいです。わかる。もう生でね、そう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 、選手たちも出てきてね。いいよ、なんかさ、スタジアムとかさ、うん、なんかやっぱプロのスポーツって、うん、野球とかもそうだけど、うん、やっぱ会場で見るの全然違う。ライブもそうさ、うん、ライブもさ、テレビとかラジオとか CD とかで聞くよりも、うん、生が一番なんだよね。そう、全ては生がいい。そうだね、生がいい。ツイキャスでも行きたいっていう人もいるから、だからね、ぜひぜひ皆さんぜひ6月24日土曜日、うんうん、ヒューマンステージ遊びに行ってください。これ慎吾からもう一回言う。 ありがとうございます、はい。SN 人さん40周年祭ということで、6月24日、ヒューマンステージでライブを行います、はい。前売り2000円当日3000円、ベッドワンドリンクオーダーということなんですけども、中学生、はい、中高生か、うん、は半額で、小学生以下、うん、ドリンクだけおで入っていただけることになっておりますので、うん、おいいね。ヒューマンステージの前では金魚すくいしておりますし、うん、で、あのお祭りにやっぱりなんか焼き鳥とか必要だなと思ったらすぐ横にありますし、あ、そうだね、幻のね、ゆいちがやってるからね、思いっきりあのやお祭り感出てますね。出てる出てる。そうそう、ぜひぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。あと、うん、そこで僕とミキティのダブルレコ発にもなりますので、なるほど、ぜひぜひよろしくお願いします。レコ発なんだ。あのお求めは各出演者かもしくは SNG のホームページありますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。 SNG のホームページは SNG スペース、うん、沖縄でやるとですね、はい、2番目に出てきます。1番じゃないんだ。1番目はの建築事務所が。あ、建築事務所そこにはまだまだ勝てません。加藤、ね、2番目ね。2番目、2番目ね。そうなんで、よろしくお願いいたします。皆さん検索よろしくお願いします。そして6月24日は、うん、みんなでヒューマンステージに遊びに行きましょう、うん、はい、よろしくお願いします。ということで、うん、今日のゲストは慎吾だったんですが、最後に曲を聴いてもらってお別れしましょう、うん、ありがとうございます。曲紹介お願いします。慎吾ブレイクタイムでシェイクです。自分で曲も作ってるんだよね。これは作詞作曲で、うん、アレンジは投げてます。アレンジも投げてるって、あ、やってくれる人がいるってこと。アレンジャーが何名か知り合いいるので。すごいな。で、あと残りの4曲は、作曲はもう全部カラフルパレットって言って、うんうん、カラフルパレットって聞いた。へ、うん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあこれは CD 終わったら、うん、あのギャラリーにもひろきさんに持っていかすから、それ取って、うん、もうさよならして大丈夫です。さよならして大丈夫。あ、ひろきさん、あのポスターも貼ってもいいですか。うん、あ、そして3人の、はい、3人でも取ってもいいですか。あ、そうです。これ、送ろうね。うん、CD に送るから、はい、真ん中がいいんじゃん。え、俺でかくない。あ、わあのポスターもとポスター。あ、俺だね、うん、かわいいね、これ。これ、うん、ドリクレなの。一、二、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。これじゃまだ売ってないんですけど、差し上げますね。あ、本当にありがとう。二枚もいいの？で、牛の丸にはまた1枚。あ、本当に？ありがとうございます。いつかいつの日か必ず全ては叶うから自分を信じて。 T シャツ可愛いやつ。ドリクレ。ドリクレ好きなんだ。ドリクレ好き。バックマンだ。東京のも行ったことある。行ったことない。最近から好きになって、あの雑誌とかでも、雑誌とかでも見てる。ドリクレネットでたまに。カナス分かる？分からんか。女のさ、あ、もう今は辞めてるけど、うん、スタッフなんだけど販売員。あ、カナス？うん、そうそうそう、ドリクレにいたの、うん。それのその人がトロンボーン吹いてて、レイスミスっていう番組。レイスミスっていう番組。メジャーで。へえ。がロリクレ尽くしだったから分かるかなと思う。たまたま好きになって。そっか。可愛いね。あれ。これ可愛い。
立つのが入ったら多分トランクスみたいな点々丸だね。これで歩いてると知らない人は飲み入ってきたのって知らない。あ、確かに。かわいい、かわいい。じゃあ、ありがとう。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、これ戻さなきゃだ。そうだ、これっけ、これだよね。うん、これをニュースとディスクのやつです。あ、そっか、これを、そうそう、頑張れ頑張れ。立つのどうなしてるの。あ、そうかな。うん、ダメです。すごいなんか遠い感じがするんだけど。なんだろう、もっともっと僕寄りですね。あ、そう、そういうことだ。あ、なるほどね。もうちょっとこっち、もうちょっと僕寄りだ。のデージ色黒いけど、もうちょっと、ほんと気持ちいい。でも顔見たな、うん、はい、ありがとうございます。帽子さん、反対にかぶってみる。曲明けどうします？普通に喋りに戻ります。あ、CM 行く？時間がない。いや、時間はいっぱいあるよ。じゃあ普通に喋りに戻ります。じゃあその間にしていいかな。あ、はい、お願いします。喋りを忘れていたよ。何を喋ろうか、じゃあ何を喋ろうじゃんかじゃないよ。そうだ、チェック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 、ワン、ツー、チェック。ひろきさんメール来てるよ。冗談、冗談 CM。 じゃあそろそろマイクあげます。全然メッセージ来た。ポートリバーズの人生はポリバケツ。はい、シンゴブレイクタイムありがとうございました。すごいね、ね、ブレイクタイムって名前すごいな。もうすごいよね、本当に企画するのさ、うん、もうなんかで、しかも今聞いたけど、うん、なんかさ、コーラス隊にいたみたいな10人の、うんうんうん、10人組の、うん、全然一人でできるやんっていう話だよね、うん、おしゃべりも上手だし、おしゃべりが死に上手して、おしゃれ、おしゃれだね、おしゃれだ。やっぱ浦添高校ロリクレが好きって、ロリコン、ロリコン大好きみたいな感じだ。はい、今日のメッセージテーマが、うん、ポリバケツのラジオテーマ、トークテーマを考えてっていうことなんですが、がメール来てますでしょうか。メールがよ、あんまり来てん、あんまり来てないね。まずあんまり来てんけど、とりあえず呼んでみるか。そうっすね。はい、ポリコネーム、かがしら2時50分さん、ありがとうございます。ありがとうございます。66回といえば、去年までヤクルトに在籍した荒垣渚さんの背番号、うりー、すごくない？すごい、かがしらさん、第66代横綱若乃花ですね。おー、あー、は、あ、ということはお兄ちゃんだ。お兄ちゃんの方だ。何が若乃花。あ、そうだね、うん、66代、待って、稀勢の里が72だった、72だはず確かね、うん、あ、じゃあ66が若乃花さ、うん、67誰だと思う。67タコな、タカノハナじゃないの。タコノハナって言ったら、タカノハナは違う、タカノハナは弟、うん、ブー、タカノハナ先ですね。あ、そっか、うん、は、若乃花の後、あの辺よくわからないんだよな。思い出して思い出して、え、あけぼのとか、あけぼのも前です。武蔵丸、武蔵丸だはず、多分武蔵丸か、多分丸、あ、なんとか丸っていいね、やっぱりね、てんてん丸、コロコロだから。あー、そっかそっか。いや、で、例えば67が武蔵丸でしょ、うん、68が多分朝青龍、うん、69が白鵬、うん、70が春馬富士、うん、71が鶴竜、うんうん、72稀勢の里、これじゃん。あー、そっか、正解じゃん。そうか、鶴竜もだもんね。そう、鶴竜もいるから、あ、当たってるはず。そうかも。あ、じゃあ武蔵丸で合ってるんだ。だから、若鷹時代、うん、若鷹時代からこの今の時代に、白鵬の時代に来るまで、やっぱ朝青龍が頑張ってたんですね、うーん、一人でね。やんちゃな、そっか、やんちゃな、やっぱね、朝青龍もすごかったよね。あの人さ、体脂肪ないはずね。あ、筋肉、筋肉すごかったよね、うん、一番千代の富士ラブなんだけど、千代の富士の下の名前は何？分からん。千代の富士、あ、待ってよ、三つぐ、
そうなの？三つぐだよ。そうだ、千代の富士三つぐだ。そうなんだ。三つるだったから。三つぐだったはず。三つぐだよ。三つぐ？あ、三つる。早いな。そうなんだ。あれじゃない、宮城さんが答えてくれてるんじゃない？多分ツイキャスで。そうか。あ、三つる。そっか。うん、懐かしいね。相撲は面白いな。いや、もう奥が深すぎるな。はい、もうはい、さてテーマをいろいろ考えてみて結構出てきたが、うん、はい、どれも他のラジオ番組でやったようなものばかり。なるほどね。その中で3つに絞ったのがこちら。ドン。夏のシーズンでもあり、私も一人で入ったことあります。お化け屋敷。おお、お化け屋敷、ね、まず1個目がお化け屋敷。お化け屋敷ね。そして2個目、私もたまに見ます、うん、怖い夢。怖い夢。2番目怖い夢、はいはいはい、そして3番目、今月キングスの選手の相次ぐ団体者対談者、ね、あ、対談者8名の出来事があった衝撃。衝撃いかがでしょうか。おー、いいね。ありがとうございます。面白い。面白い。加賀さんの書き方面白いな。ただ1、うん、お化け屋敷、はい、2怖い夢、うん、3衝撃、はい、うん、なんかさ、これ、メモっといたもんな。あのですよ、うん、キングス選手ですよ、今回本当に8名対談してますから、うん、マクヘンリーでしょ、うん、で山内でしょ、うん、とかで最後に今日の新聞だったから、うん、北側も対談。ああ、北側も対談。キングス大丈夫？いや、逆を返せばですよ。若いものいっぱい。そのサラリーキャップをまた違う選手を取って埋めるっていう作業をすると思うんですよ。で、監督も変わるんで、うん、チームがガラッて変わるはずなんですよ。そう、それもまたそれで楽しみじゃないですか。うんうん、まあ、ただ沖縄らしいバスケットしてほしいなって思いますけど。キングスって言ったらさ、はい、あの決勝戦さ。栃木とどこだっけ、栃木と田臥のところが勝った。栃木が勝ったけど、川崎か、うん、あの試合もすごかったね、うん、すごかった。田臥すごいな。田臥は存在じゃないですかね。あの本当は昔はさ、本当に30点も40点も点取るわけ、高校時代とかさ、もうガンガン点取れる人だわけ、うん、ちっちゃいけどよ、うん、まあ、ちっちゃいって言っても僕よりちょっと高いぐらいですけど、うん、だけど今ではやっぱりパスを出して、いいパス出したりとか、あとはチームの雰囲気だったりとか、うん、やっぱりいなくてはならない存在だよね。そうだよね。巨人でいうクロマティみたいな感じだよね。そうだね。やっぱクロマティがいるいないでは全然やっぱ違ったな、巨人みたいな。まあ、中畑もいたけどね。うん、まあ、でもこれいいですね。お化け屋敷、怖い夢、衝撃。覚えておいてよ。これ、今日の番組終了までに、ちょっと考えてきます来週のテーマを。そう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 。だからあっち今シャメ取ったんだけどさ、シャメ取ってるも意味ないやと思って。あ、全然意味ない全然意味ないことしてしまいました。全然意味ないよ。はい、じゃあ次いきますか。ポリコネームタエコッピさん、ありがとうございます。こんばんみ。先週ワイルドスピード8を見に行ったのね。ワイルドスピード8かを見に行った、うん、1から7まで見たこともなかった。はい、1から7っていうのかなそしてね、どうでもいいな。ワイスピ見たくてポリラジオ忘れてしまったおすっかりだよ、すっかり忘れてた、反省します。まあそんなもんですよね。すんごい楽しかったんだわ、うん、だから1から7までレンタルしようと思ってるの、うん、そして今週のテーマ、テーマがね、あなたがハマった映画は何ですかって。あ、映画ね、うん、映画ね。あなたがハマった映画は何ですか。なるほどなるほど。何度も見てしまったとかさそういうことか。俺あんまりさ、何度も見れない人だわけ、うん、なんだろう、もう分かってるさ、うん、だけどこの本当にこの映画とかドラマ好きの人はもう一回確認作業するわけでしょ。でももう一回見るとなんか変わって見えるよ。本当、うん、本当は俺ダメなんだよな。だからこういうことだったのかとかっていうのが、うん、分かったりする。例えば、推理的な、推理的なのも、推理的なのだったら2回見る価値あると思うんですよ。でもラブストーリー的なやつもだよ。アクションとかは別にだけど、なんかラブストーリーは、あ、こっちこういうことがあったから、あ、なんとなくなんか匂わしてたんだねあなたみたいな。なんか楽しそうだ、うん、2回見るんだ。タイタニック4回見たから。は、映画館で。マジ俺タイタニック1回見たんですよ、うん、でも土曜日の9時とかさ、あの、うん、やるさ、うん、たまにやったりする。そう、再放送なんかやるじゃないですか、うんうん、あれ見切れないんですよ。
あれもあっちもあんまり見たし、映画館でもうこの世の終わりぐらい泣いたもう涙なんて出てこないんじゃないかなって思うぐらい4回とも同じ量が出てきた。へー、そっか。もうさ海になった、あっちが。あ、でも僕あっちさんが泣いたの見たことあるけど、うん、それよりもすごいってこと、海になってるってこと。もうそれよりもすごいさ。そっか、だってもう見えないぐらいだよ。へーっていうぐらい、うん、だからあっち、これは、あ、別に答え言うわけじゃないんだけど、あっちだったら、まあまあ、まあ、いろいろね。そう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 、なるほどね。このワイルドスピード僕も見ましたけど、うん、あれよね、カーチェイス的なやつだよね。わかる、そうそうそう、わかるよ。でちょっと豪遊みたいなやつだよね、うん、最後、うん、最後ハッピーエンドで「へえ捕まらないぜ」みたいなやつだよね。なんかよく覚えてない、どのだったか覚えてないけど。なるほどね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう一件いきましょう。大和なでしこと呼ばれてるものです信号来てる、帰った。ではさわら回しをしながら聞いてますね。よぎしこジャパンでした。ありがとうございます。どういうこと。でもよぎしこジャパン、確かに大和なでしこっぽいな。あ、なでしこジャパンみたいなことでしょ。あ、うん、多分そういうことだよね。そういうことか。慎吾帰ったよ、いるかな、もう帰ったよしん、あ、慎吾って慎吾のこと言ってるんだ。そう、慎吾でしょ。友達なんだ。慎吾帰った友達じらしてるだけか。慎吾帰ったよ。よぎしこさんのことだから、うん、全然テーマに沿ってないただの会話になったけどね、メッセージが。まあでもね、うん、いろんなテーマありますけど、うん、どうしようかな、何を採用しようかな、迷うな、迷っちゃうな。これ CM 行かなくて大丈夫なの。行くよ、 CM 行きますけど。 CM 行ってからその間に考えよう。あ、まあ考えますよ、うん、じゃあ一回曲聴きますか。ブレイクタイムの次は、はい、ポートリバーズで、はい、エミリー。マミリーじゃなくて、なんだっけ、なんか言ってた、メアリー、メアリー、誰が言ってたんだっけ。タクミ、あ、タクミか、メアリー。あ、そうそうそう、千代の富士の名前はミツグです。ほら、ミツグじゃない、ミツグだよ。ちなみに、うん、娘さんモデルの秋、あ、そっか、秋元か。そう、そう、そう、秋元だ、秋元だ、秋元ミツグさんなんだ、もともとは千代の富士さんは、うん、なるほどね。宮城さん、いいね。も俺さ、めっちゃ詳しい。今の時代にこの人がいたらもっと人気出ただろうなって思う力士が一人いるわけよ、うん、誰だと思う。もう一回言って。は、なんでもう一回言うの、結構長いセリフだったよ。今の時代にいたら、うん、当時も人気者だったけど 今もっと人気出るだろうなって思う力士が思い浮かんだって。舞の海。違う、まあ、舞の海もそうですね、実際は。寺尾。ああ、もう寺もそうですね。出島。出る出る出島。違う。外人。日本人。もう引退したのか。ああ、分かった。はい、高見盛り。じゃないよ。違う。高見盛りはもう本当に人気者だったですね。いや、今の時代だったらすごいだろうなっていう。強さが。うん。なんか人気が。人気が。うん、結構前に辞めたの。結構前に辞めてますよ。貴乃花、若乃花世代。はい、世代ですね。若貴世代ですよ。若貴世代。ちょっと先輩かな、もしかしたら。先輩かもね。今何してんだ、あの人は今とかで見たいもん、俺。え、上の文字だけ教えて。み。みたけ海。じゃない、じゃない、じゃない。み。み。もうみしか言えない。もうみの次行ったらもう分かる。何文字5文漢字は3文字だけど、ひらがな5文字。最後の漢字何。いや、もうそれ言ったらバレる。山とか。もうバレる、もうバレる。独特。あ、ちょ、分からんかも、一応その世代。み、もっとヒント出すよ。水戸。水戸泉。そうそうそう。ああ。今言ったら絶対さ、黄色の回ししてたよね、水戸泉納豆の色なのかなマイクあげます。はい、あ、その CM 行きましょう。すいません、お忘れですか。あ、納豆の色、うん、黄色。そうかもね、ほら、うん、あんな感じのさ。
でも水戸は分かるけど大きかったよね。泉ってつけるの大変違う。なんかよくつけたなと思う。だから泉って水戸黄門の泉よ。まあなんか好きな人の名前とか泉ピンコでしょ、うん、好きなんだもん。なるほどね、うん、水戸泉今何してんのかな。あの人は今みたいな、あの人は今みたいなで、あれしたいな。あ、来週のトークテーマどうしますか。来週のトークテーマこれにしましょうか。10分前です。うん、お化け屋敷これむずい。5秒前。あ、いいよ、うん、ポートリバースの人生はポリバケッツ。はい、今週のトークテーマが、うん、ポリラジオのトークテーマを考えてくださいでした。おわがままなやつね。で、今この CM 行く前までのメールで、はい、私たちが勝手に決めたんですけど、来週もね、その後も今メールとか来てるけどそっちはもうすみません。今CM 前のメールで、私たち2人が決めたのが、はい、来週のトークテーマは、うん、怖い夢。いや、かがしら2時50分さんが投稿してくれた怖い夢、うん、怖い夢ね。来週はもう6月ですが、まあ明日から6月ですが、うん、6月何日になるのかな。1、2、3、4、5、6月7日。はい、67回目はあ、6月7日の67回ってすごくない。6月7日の60、あ、ほんとだ、すげえ、胸みたいな感じだね。え、胸板がすごいみたいな感じだ。 C カップです。その時は怖い夢というのが、うん、はい、テーマです。怖い夢、はい、うん、で一応もう一件来てるので一応読んでみたいと思います、はい、ポリコネームみつさん、ありがとうございます。ありがとうございます。大島のハーリーを見に行ったら日焼けしてめっちゃ肌が痛いです。こんなの何年ぶりかな。お二人さん日焼け気をつけて。テーマポリバケツのテーマ考えてくださいということで、6月といえば梅雨明け、祝日がないということで、1解禁、2休みがない、ごめんあまり思いつかなかった来週は考えておくって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どういうこと、解禁、休みがない、解禁、なんとかな、エビのエビ漁解禁みたいなやつとか。あ、そっか、6月は祝日がないんだ。休みがない、うん、休みがない人もいっぱいいるはずね、本当に世の中にはさ、うん、それこそですよ、うん、一番休みがないの安倍首相じゃないですかね。安倍首相じゃないですかね。ないのかな、まあないか、もう会ってないようなもんでしょ。休まらないか、やってもなんか常になんかマネージャーっていうか、なんていうの、秘書からいろんなあらゆる情報とか、これをなんかレクチャーとかなんとかとかあるんじゃないですか、うんうん、そうかも。あのトランプさん電話してみたりとか、電話対談したりとか、そうだね、いろいろあるんじゃないですかね。確かに、まあ、来週怖い夢ということでね。怖い夢、そう、来週6月7日の67回目はテーマ怖い夢ということです。かがしらさんありがとうございました。本当は、うん、次よ、今度8月ぐらいか、7月5月でしょ、7月に大相撲名古屋場所があるんで、はい、7月ぐらいには丸その時のテーマ、うん、大相撲にしよう。大相撲、もうその結構後の話ですけど、うん、大相撲で1時間語ってみたいな。あ、いけるんじゃん。もうなんか絵とか書いて、じゃあこのなんか、俺書けないぜ。プレートみたいななんか出してから書けるんじゃん、お相撲さんの絵。お相撲さんの絵、なんか懐かしの好きなお相撲さんとかね、うん、うん、でも聞いてる人お相撲さん詳しくなかったり相撲あまりの人だったら面白くないかな、大丈夫かな、うん、あの相撲好きじゃない方は好きなスポーツ選手とかにしようかな。あ、うん、まあ好きなスポーツ選手でもいいですよ。でも僕はずっと相撲の話してるっていう、うん、まあスポーツ全般好きですからね、うん、ちなみに好きな力士います？好きな力士、はい、いるよ、てるちゃん。ああ、前も聞いたなこれ。今の力士の中でてるちゃんが好きだわけ、ね、じゃあ歴代は今までで千代の富士。
おお、三つぐさん、うん、なるほど。でも千代の富士好きはあの親世代がもういっぱいいるかもね。そうだね、お母さんが千代の富士の大ファンだったから。うちのお母さんはさ、朝日富士だったわけよ。朝日富士は分からん。朝日富士派だったわけよ。あ、千代と朝日で分かれてるの。いや、あの時も千代の富士、大野国、朝日富士、北東海、4横綱だったんですよ。うんうんうん、そう、そういう時代があって、うん、へー、いやすごいな。でも最後にこっちであれしてみて。何を？ほら土俵でやるやつよ。なんでやねん。にゃんにゃんってやってみて。ちょっと、あとちょっと時間あるから、ちょっと後ろめでね。土俵入り？土俵入り。あ、顔隠れてるから。顔見えてない。うん、頑張って。白鵬、白鵬。あ、分かった、分かった、分かった。白鵬こんなするんでしょ。でさ、じゃあ例えば、うん、よいしょー。うん。うん、誰でしょう。え、そんなに？うん、まあイメージですよ。これで分かりました。ラジオで絶対伝わらないけどね。ハルマフジ。おう、ハルマフジ。あ、あんな小刻み？あの小刻み。そうなんだ。いや、キュッキュッキュッキュ、はいってやるんです。そうなんだ。まあね、そんなこんなでね、もうあっという間のまさかのあっという間のもう1分30秒なんで、はい、土俵入りさせるなよはい、じゃあ皆さん6月24日ね、はい、さっきの慎吾の、うん、SNS ヒューマニア SNG ね SNG SNS じゃん、ヒューマンステージに遊びに行ってください。はい、そして、うん、来週6月7日はトークテーマが怖い夢。怖い夢、たくさんのメッセージお待ちしております。5月もありがとうございました。はい、じゃあまた明日から6月ですが、皆さん元気で。 See you again。 じゃあね、バイバイ。 See you again で終わらせないでもらっていい？そういう終わり方で、なんかシュール。 See you again。